さあまずはですねアメリカから、ちょっと変わった方を見つけました、我々のあのレギュラーのトカゲランナー長江さん大変です。こんな男がいました。さあベアークロールという字が踊っておりましたが四つん這いになって犬を引き連れて歩いているこの方デボン・ラベスクさん、デボン・ラベスクさんというこの方はですねニューヨークでトレーナーの仕事をされているということなんですが今ある挑戦に向けてですねこうやって砂浜でダンベルを持ってですね歩ったりしかも四つん這いです全てこれ彼は一体何をやってるんでしょう。まああのランネットライブをですねずっとご覧いただいている方々にとってはこういう変わった人は日本にもいますけれどもじゃじゃん熊歩きフルマラソンに挑むということなんですね。ニューヨークのトレーナーフィットネストレーナーのようなことをしている方27歳の方率直に言ってくすみさんランナーズ編集部としてはどうですかこれは。いやなんなんですかねなんなんですかっていう簡単なことじゃないですよこれは。四つん這い歩きといえばもうこの方トカゲの長江貴之さんどうですかねこの方できそうですかね。あもうできそうですねこれはできそう、はい、しかしねスピードが問題だと思うんですよ。結構いい勝負な。そしてこの方がトカゲ歩き2人ともね悪ふざけをやってるように見えて、それぞれ2時間23、2時間33のベストタイムを持っておられてこれ大真面目に、この四つん這い歩きというのを取り入れてる方々なんですがここにアメリカからこの熊歩きのデボン、なんだっけレボンさんレボンさんデボンさんっていう方がですね、名乗りを上げましたんでぜひこの三つどもえの戦いを見たいなという。ランニングをより向上させるランご飯っていうのをね。ランご飯。はい、紹介していきたいと思います。大事です。野菜たっぷりのエビマヨになります。いいですね。見た目もすごい。はい。プリップリです。いただきます。うん。うん。美味しい。エビは栄養素豊富なランナー向け食材。エビは鶏胸肉の半分のカロリーで同じぐらいのタンパク質が含まれております。疲労回復効果、免疫力を強化して肥満を防いでくれる効果があります。はい、ということで、はい、いやそんなにすごかったんだエビが。そうなんです、実はエビがすごいということで、ねえ、だからあの好きな食材でよかったよ俺。あ、はい、どうぞ。あ、免疫力つきました。あ、つきました、はい、よかったです。今日のこのエビマヨ、野菜たっぷりのエビマヨのレシピは、はい、YouTube の、ね、概要欄に貼ってありますので、はい、ぜひご覧ください。 いろんな情報が入るようになりましたね、はい、ランチもね、はい、素晴らしいです、ラン飯。あ、美味しい。雨が降りしきる国立競技場です、私は今この国立競技場の外苑前、オリンピックの五輪のモニュメントの前にいます。7限中継スタジオを入りまして7限中継をじゃじゃんと見えましたでしょうか。はい、聞こえてますか。はい、改めておはようございます。聞こえてま す, います。今どこ。今私が来たのは今どこ。用水路を沿って用水路を走れる、はい、ずっと40キロぐらい走れるコースです。今ちょっと40キロ走るの走ってる、ね、ここは高速道路の下で、雨に濡れずに走れるコースなんです。おお、すごい綺麗。あなたは今どこに。兵庫県の市の周り畑の周辺です。私は今豊田市の住宅街を歩いています。長江さんが小投げしてる。あ、やっております。長江貴之、そして近藤瞳、
なぜトカゲが3匹、トカゲが増えました。今トカゲがですね続々と増えまして、3匹、画面の中をですね這い回っております。繰り返しますが、これはサタデーランの中継でございます。サタデーラン第5回大会、第5回大会は、なぜかですね、四つん這いになって、3人のトカゲが這い回っているという、不可思議。3種目、10キロハーフ、そして走り込みの部と速報で発表させていただきたいと思います。それでは10キロの部から参りましょう。男子10キロ第1位のりのりさん、43歳男子、43歳長野県、34分16秒早い。女子第1位リーさん、25歳愛知県、41分24秒R2 の次は R2、あれつの杉原さん、あさっきのあ映像出てもう終わって歩いてます。そうだそうだそうだ。ハーフ男子第1位和谷和也子、47歳福島県、1時間23分01秒第2位コビット19バスターさん、57歳新潟県、1時間23分52秒と、この方はエイプリルランの ね当初の一番トップを走ってた方、途中でなんか足がね故障したって言って、その後名前聞かれなくなりましたが、復活しましたね。帰ってきた。コビット19は帰ってきました。コビット19は帰ってほしくないけど、コビット19はバスターバスター女子のハーフマラソン第1位キキ、48歳北海道、1時間47分29秒走り込み第1位、未来、34歳神奈川県、 34.17キロ。女子走り込み部門第1位ホカオさん、43歳神奈川県、 32.13キロ。10キロのこの若い人たちのレベルが上がってきてますね、かなり上がってますね。R2 に勝つ人にちょっとまた出てほしいですね。そうですね、挑む、R2 を脅かすメンバー、まあ、この辺りはちょっと来るんじゃないかな、トモさん。確かに、はい、期待したいと思います。サタデーラン、そして目玉は何といってもウィズワールドマスターズゲームス2021関西と、この世界的なね国際的スポーツイベントとコラボ、すごい。こんにちは、吉田です。ワールドマスターズの吉田です。あ、こんにちは。こんにちは。はい、お世話になります。今まで日本では開かれたことなかったんですね。あ、そうなんですよ。これまで世界で9回行われていまして、はい、あのオセアニア、まあ、とかあのアメリカとかそういった地域で開催をしていまして、これは延べ、はい、17万人の方がご参加いただいているので大きな国際競技大会になります。今週タッタとコラボするということで、大会としてはどんなことを期待されてますか？はい、そうですね、やはりあの新型コロナの影響もあって、あのスポーツ大会が、まあ、たくさん中止になってきているという状況もあります。で、はい、その中であの私たちもそのアスリートの皆さんとか、まあ、コロナ禍でスポーツを始められた方が元気になるような、はいはい、企画を立ち上げたいと思って、であのいろいろ調べさせていただいたら、あのたったサタデーランに当たりまして、はい、でそれで一緒に何かできないかなと。もう一人すごい男を発見いたしまして、はい、この方はですねワールドマスターズゲームスの達人と呼んでおります。達人、こんにちは。はじめまして。何でもできますよ。いや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 、あの、そのさん、はい、金メダリスト。ああ、そうですね。走ってたら最終究極はやっぱりオリンピックのね金メダル。うん、まあそれに取り憑かれて50年やってました。ああ、そしてついに前回のニュージーランド大会。はいはい、10キロ。そうですね、これは本当ね50年頑張ったというご褒美でしたね。いや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 。あのこの間あの僕の宿命のライバル谷君が出とったんですよ。そう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 。あれちょっとね、谷さんのお友達。いや、ちゅうか彼とはねもうしのぎ削ってね、勝っても負けてもね1秒以内ぐらい。あらまあ、
いやーでもね、こうなったらね、番組で対決しましょうか。あーそうですね。ねえ、今ね、谷さんの写真が出ておりますが、あの僕ね、直接会ってきましたが、すごい筋肉してましたよ。ね、あいやいや、あのね、同じことやったら負けるんですよ。あ 彼がやってることをやってたら勝てない。はい、違う方向で何やっていかないと、まあ、これも世界そうですけどね、同じことじゃない、情報が出てきて攻撃で練習してますって、そのような発想してたらそれもあって勝てない。いや今はとにかく、千日計画を立てて、70歳でサブ3を勝負、まあこれやったら結構インパクトあるじゃないですか。ありますね。